こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では秋冬のおすすめアイテムをセールの価格の中からですね、皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。この企画はですね、先日行ってみたんですが、意外とですね、皆さんからの反響があったので、まあやっぱり多くの方がですね、なるべく予算をかけずにおしゃれを楽しみたいという気持ちがあるのかなということを実感したわけですね。ですので今回もですね、これからの季節にまだまだ使えるような秋冬のアイテムの中で、なおかつですね、値段が下がっているものって意外と少なくないので、そういったものをですね、僕が発掘してきましたので、皆さんと一緒にシェアができればなというふうに思っています。ただこの企画にはですね、一つだけ難点がありまして、それはですね、結構僕の動画見ていただいている方が多いので、早いうちにですね、在庫がなくなってしまう問題というのがあるので、まあ、結構スピード勝負にはなるかなと思うんですが、まあ、これからお買い物を検討されている方はですね、よかったらですね、今回ご紹介する商品チェックしていただければなというふうに思ってます。まあ、ご紹介する商品に関してはこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからアクセスをしたいだとか、あとはウェブでも在庫がなくても意外と店頭に行ったらまだ在庫があるということも少なくないので、まあ、その2つのですね、方法を取りながら、ぜひ皆さんも商品をゲットしていただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。まあ、今回のようなアイテムのご紹介みたいなものはですね、週1で結構ですね、ディープにやっているので、気になる方はチェックしていただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、おすすめの商品を見ていきたいなと思ってるんですが、まず最初はですね、ユニクロですね。これは外せないところかなと思ってます。その中でですね、まず最初にご紹介したいのはこちら。商品名はですね、オーバーサイズスタンドカラーシャツかっこ長袖ということで、これは名作だと思うんですよね。僕自身もこれは購入しているので、なおさら皆さんに自信を持ってご紹介したいなと思ってるんですが、色に関してはですね、3色の展開がありまして、ブラックと、カーキとブラウンですね。僕が持っているのはですね、この38番のダークブラウンという色なんですけども、これがですね、すごく良かったですね。まあ、このシャツの、一つの特徴としては、通常のシャツよりも若干生地が厚めになっていて、まさに今時期に活躍するようなアイテムかなと思います。まあ、シャツアウターのように1枚で着ても様になるんですね。というのもですね、このシャツってこの乾きで見ていただくと分かるんですが、胸ポケットがですね、左右対称に2つついてるんですね。このようにポケットがつくことで、通常のシャツよりはですね、ちょっとこう1枚で着ても様になるようなシャツアウターみたいな見え方がするんですね。ですので、まさに今時期1枚で着てもらうのもいいと思いますし、この時期だけではなくて、もちろんこれから先の冬だとか春だとかにも使えるんですね。ただ冬だと1枚で寒いので、この上に僕の今着てるようなジャケットを着てみたいだとか、あとはアウターですね、シャツアウターだとか、あとはコートだとかダウンだとか、そういった形で重ね着をしていただければ、これから先のシーズンも使えるので、十分ですね、1枚あると便利なんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、でサイズ感も少しゆったりめで、今っぽさもありながらも、そこまでデザイン攻めすぎてないので、多くの大人の男性には使いやすいんじゃないかなと思いますね。色に関しては、僕が選んだダークブラウンもすごくコクがあっていい色ですね。まあ、個人的にもすごく気に入ってるんですが、このね、カーキもいいですね。まだサイズ SM はあります。ちょっと L 以上はなくなってしまってるんですが、まあ、おそらくですね、オンラインと実店舗で在庫のズレがあるんですね。オンラインで売り切れてても実店舗でまだあるということも少なくないので、まあ、お店でちょっと確認していただくのもいいかなと思うんですが、個人的にはちょっと明るさの出るような、カーキだとか、ブラウンがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、オーソドックスにブラックで全身揃えてもらうのもいいと思いますね。まあ、ボトムスをこうグレーっぽくしてもらってっていう、このスタイルも素敵なんですが、ただこのオンラインだとS と XS しかないので、まあ、人気はかなり高いと思います。まあ、こちらもね、お店で見ていただくといいと思うんですが、非常にいいと思います。これが価格が、まあ、3000円未満ということでね、まあ、驚きのびっくり価格ですね。まあ、これぐらいで買えるのは非常にコストパフォーマンス高いので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っております。はい、続いて2つ目をいってみましょうか。今度はですね、価格帯は上がりますが、セレクトショップですね。僕のですね、この
無料版のチャンネルではあんまりセレクトショップについて触れることはないんですが、僕はグリーンレーベルさんだとか、あとはアーバンリサーチもしくはナノユニバースだとか、これぐらいの価格帯の、セレクトショップの中でも割とこうお手頃なものというのは、多くの男性にとってマストであって、ぜひトライしていただきたいなと思ってるんですね。で、僕がもう一つやってるメンバーシップチャンネルの方では結構セレクトショップのアイテムをガンガン解説してたりするんですけども、その中でも今回アーバンリサーチのこのカバーオールですね、メルトンバルーンフィットカバーオールというアイテム、なかなかいいですね。これもですね、着丈の短めのアウターなんですけども、 MA1 だとかそういったものに比べるとちょっと着丈は長めですね。お尻の半分ぐらいが隠れるような長さで、これぐらいが大人の男性にとっては結構使いやすいんですね。特に今年ってなんか秋でも割と暖かくて20度前後だったりすると、ロングコートだとねちょっと暑かったりするんですよね。そういう場合こそこういった、なんでしょうね、お尻ぐらいの丈のコートがあるとすごく使いやすくて、秋にも活躍するし、あとは内側に着るもの次第で結構、これから先の季節も着れるかなと思ってまして、例えばこの写真のように内側をですねちょっと襟高めのモックネックのセーターと合わせてもらったら、結構長い時期着れると思いますし、あとはこうタートルネックのカットソーなんかをですね重ね着してもらうとさらに長く着れると思いますし、もっと言えばインナーダウンみたいなものとかインナーダウンベストみたいなものを内側に忍ばせれば、特にユニクロとか無印だとかちょっと価格を上げると体温とかね、このあたりのインナーダウンを中に差し込めばそれこそね12月末までは全然いけると思うので、そういった意味ではすごく使い勝手はいいかなと思いますし、きっとこのカバーオールというトレンドというのは来年以降も継続でまだ使えると思うので、これはね買っておいて損はないのかなと思ってますね。価格はね12,375円ということで半額なんですよ。これはコストパフォーマンス高いですね。めちゃくちゃおすすめです。色はですね、4色展開なのかな、グレー系ですね、ちょっとこうミディアムグレーぐらいの色ですね。これも上品でいいなと思います。 ML サイズがあってネイビーだとかブラックですね、濃い色も、両方ともありますね。で、このようなライトグレーがちょっとねサイズはないんですが、個人的にはやや難しいかなと思うので、この3色ですね、グレー、ブラック、ネイビー、このあたりが安くなっていてサイズがあるのは便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて3点目、同じくですねこれアーバンリサーチから、お届けしたいなと思っているものなんですが、はい、なんか今クーポン押しちゃいましたけど、楽天ファッション皆さん使ってますか？僕はね、結構使ってて、楽天ファッションと ZOZO ってあると思うんですが、同じようにいろんなセレクトショップのアイテムが取り扱いがあるんですけど、楽天カードを持っていたら楽天ファッションめっちゃ特典つくんですよ。これもね38,000円なんですけども、38,000円なんですけど、ポイントが2156ポイント、これ現金でそのまま使えるので、現金還元って言ったらいいのかな、そのままポイントとして2156円分使えるので、実質ね、28,000円ぐらいで買えるというところで、楽天ファッションはねかなりお得なので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいんですが、これはダウンですね。ナンガというですねブランド、これはですね、キャンプやる方だと、結構知ってる方も多いと思うんですが、寝袋をですね専門としているブランドなんですが、そのナンガとアーバンリサーチがコラボレーションしてダウンを作るというのがここ数年ずっとやってるんですね。今年も多分、やってると思うんですが、僕もですね今から6、7年ぐらい前ですかね、このダウン全く同じ形ですね。もちろんアップデートはされていると思うんですが、同じ形のものを持っていたんですね。この色はカーキのものを持っていたんですが、このね大胆にこう付けられた斜めのジップですね、ハの字型のジップが特徴的で、すごくねデザインいいんですよね。これがなんとですね、20% オフということで、そんなに値下がり率としては50% を見た後だとインパクト薄いんですけど、元値がやっぱり38,500円ということで大きい金額なので、それで 20% オフっていうのはかなりいいんじゃないかなと思いますね。このダウンはすごくおすすめです。僕も持っていたのでおすすめしやすいですね。色カーキなんかを選んでボトムスブラックっていうのもかっこいいと思いますし、あと定番はねブラックだとかダークネイビー、このあたりは使いやすいですね。ダークネイビーの色いいですね。これとブラックのスラックスなんかもいいと思うので、在庫がですね SM あって L と XL はないんですが、ちょっと普通体型の方からサイズちっちゃい方はいいですね。ブラックは SM ありで、
LXL がないですね。ちょっと大きめのサイズがないんですけども、あの普通体型の方だと対応できるので、ぜひね見ていただきたいなと思いますね。このコーディネートなんかも素敵ですね。ダウン着て、その内側にちょっとこうカーディガンだとか T シャツを着せてみたいな感じもかっこいいなと思うので、このダウンが 20% オフはこれからの季節の商品なのにかなりいいかなと思うので、チェックしていただきたいなというふうに思ってます。はい、続いて3点目ですね。今度はですね、ユナイテッドアローズのグループなんですが、ビューティー&ユースですかね。はい、ここの、ニュースムージーパーカーということで、これまたね、ブランドの雰囲気としてもトレンド感が程よくあって、なおかつなんかやりすぎ感もないので、ビューティー&ユース僕結構いっぱい買い物してるんですね。まあ、その中のパーカーということで、少しゆったりめの雰囲気で今っぽいなと思うパーカーですね。このねケリーという色がすごくいいんですね。グリーン系の深いものですね。僕が着てるこういったシャツもそうなんですが、個人的にはねこういった深いグリーン系って大人の男性に似合いやすいなと思っていて、ブラックだとかダークグレーのスラックスなんかと合わせながらこの写真のように着てもらうとすごくいいと思うんですね。これが SM でサイズがあります。ちょっと L 以上はないんですが、これね色合いも含めていいんじゃないかな。ちょっとゆったりめのサイズなので、あの M でもねかなりゆったりしてるんじゃないかなと思いますね。もうブラックに関してはね、これまたシャープでかっこいいんですが、 S だけ他はないんですが、まあ、サイズが合う方はぜひというところですね。でベージュもねこれまたいい色なんですよね。内側にモックネックの T シャツ白とかね、この写真なんかそうですね。あとはタートルネックの T シャツとか合わせながら合わせてもらうといいと思いますね。サイズ S ですね。これはもうサイズがあったらラッキーという感じなんですが、結構一押しは、M まであるですね、ケリーですね。これがいいんじゃないかなと思いますね。色すごくいいと思うし、この上にチェスターコートなんかを着てもらって、ブラックとかネイビーで色引き締めてもすごく差し色として機能するのでいいんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしていただければと思ってます。これは 50% オフですね。1万4000円ぐらいのものが7000円ということで、かなりコストパフォーマンス高くて、なおかつポイントもたまります。ぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、そしてラストはですね、これまた戻りますけども、アーバンリサーチですね。アーバンリサーチのボトムスですね。これは、TR ストレッチツイルパンツということで、まあ、季節がそんなに強く出ないようなボトムスで、使いやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、形はこうテーパードの効いたようなものになってまして、シルエットすごく綺麗ですね。もも周りには適度にゆとりはあるんですけども、膝下から細くなるようなもう定番的な形ですね。まあすごくこれはいいんじゃないかな。使い勝手がいいと思います。で色はですね、やっぱりブラックが使いやすいですね。僕も今ブラックのボトムス履いてますけども、ブラックが使いやすいのでこれが一押しです。 ML 取り寄せですけど在庫ありますね。グレーもねサイズ、まあ、深めのグレーで、これまたいいですね。ブラックのアウトとかも相性いいので、これもいいんじゃないですかね。 ML あります。ちょっとさすがにブルーは強いかなと思うので、まあブラックなのかグレーなのかというところでおすすめができればなと思いますね。グレーもねいいですね。これちょっと今見ていただいてますけども、まあ、テーパード効いてますけども細すぎないので、まあ、そういった点が今っぽくていいんじゃないかなと思いますね。まあブラックのスニーカーと合わせて白ソックスみたいなスタイルね、これまさしくいいですね。ブラックでねこうやった形でなんだろうな、ローファーと合わせてもらってもいいと思うし、結構これは使い勝手いいんじゃないですかね。はい、いいな。確かこれ腰回りが、かなりこうなんだろう、リラックスした感じにゴムになっているのでサクッと履きやすいんですね。こういうパンツって着脱が楽で僕好きなんですよね。見た目はなんかこうちょっとセンターブレス効いてるような、スラックス状のアイテムなんですけど、履き心地としてはあのストレッチが効いていて、なおかつゴムが入っているので楽っていうね、まあ、意外とこのゴムの部分って隠れちゃうんですよね。結局はシャツ出したりだとかアウター出したりすると見えないので、そこはそんなに重要ではなくて、楽に履けるようなこういったきれいめなパンツはあると便利なので、これまた、40% オフめちゃくちゃいいですね。価格としては買いやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では秋冬のアイテムの中から、皆さんにですねおすすめしたいものをセール価格に限定して、5つご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、どのアイテムに関してもね、あの本当に今時期着て間違いのないものばかりなので、まあ、在庫があるうちにですねチェックをしていただければなと思います。こればっかりは
早いもの勝ちなので、ぜひですね皆さんもピンとくるものがあったら、まあ、冷静になりながらですね、まあ、自分が似たような持ってたらもう見送ってもいいと思いますし、こういった企画今日もねお送りしたものが評判良かったらまた定期的にやりたいなと思うので、焦らずですね買っていただければなと思ってます。僕は決してこのブランドさんの回し物ではありませんので、個人の見解でお伝えしてますので、まあ、気になるものがあったらねぜひ買っていただければなというふうに思ってます。はい、ということでこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってます。まあ、今回のようにセールの中でもですねまだまだ使えてすごくいいものたくさんあるんですよ。そういったものが売れ残ってしまうのはやっぱりもったいないと思うので、どんどんですねスポットライトを当てて皆さんの手元にですね届くようにできたらなと思ってますので、これからも楽しみにしていただければなと思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。